今回からドラゴンクエスト6を、やっていきたいと思います。中古品買ったんでね、ちょっと2個ありますけど、これ本名じゃないです。じゃあドラゴンクエスト6、名前、主人公。まあドラゴンクエスト6なんで、やっぱり名前は、よし、これでいきましょう。イッチで。まあ最初のね、シリーズなんで。あ、もう急に始まった。イッチの冒険。寝てるね。あれ、俺が何もしなきゃいけない？あ、じゃあ、A を押したら起きた。あら、もう目が覚めた？あまり眠れなかったのかしら。眠れない夜が。無理もないわ。いやいやですものね。いよいよ。ところで彼はどこまで見に行ったのかしら。ずいぶん遅いようだけど。おお、すごい。なんか動きすごいな。なんか、こんな動いたっけ？ロットへ。おお、二人とも起きていたが。ちょっと周りを見てきたが、やっぱあの城に間違いなそうだぜ。お、まさか魔王城か。さて、そろそろ行かないか。もう十分休んだだろう。そうね、こうしても始まらないわ。そのために、今まで随分の長い旅をしてきたものですね。行くぜ、イッチ。相手は大魔王だ。死んだ気で戦おうぜ。命を大事にしてください。もしこの戦いに勝てば、世界に平和が訪れるはずよ。準備はいいわね、イッチ。ちょっと心の準備できてないな。しょっぱなから来て。あの、剣を持つシーンいいね。あ、なんもできない。ちょっとじゃあ、俺は、おいとまさせてもらいますわ。なんかすごい、こんな綺麗だったっけ、俺。一応やったことあるんだけど。途中まで。タイトルになる通り。この崖の下が、魔王無道の、異常だ。異常かな。もう後戻りはできねえぜ。いよいよですね。もし言い伝えが本当なら、この笛で。さあ、笛を吹くわよ。お、吹くのか。すごいな、天気。ディズニーシーのストームライダーみたいになってんじゃん。お。え、そんなドラゴンなの？なんか鳥かなんか出てくるかと思ったら、ゴリゴリの竜で来たわ。あ、ドラゴンクエスト10でもあったな、そういえば。竜に乗るっていうの。ギーンの竜。あ、すごいかっこいい BGM。すごい旋回するじゃん。いや、行けよ、もう。城に直行してくれ。あ、これ何？これ、下ってんのか、一応。行ったり来たりしてるわけじゃなくて。そうね、でも、縦横無尽に、駆け回ってる。駆け回ってる。なんか、すごいな、なんか。ドット絵なのに、すごい動くね。ドット絵なのかな、ってか、これ。この時期のなんか DS の感じいいな。魔王城。こんな感じなんだ。結構なんか、かっこいいな。綺麗というか、まがまがしい感じじゃない。いや、すごいなんかまがまがしかったわ、嘘。ドミニアン鏡がかかっている。話します。どうやら前に進むしかなそうね。一先に行って。なんでお前たちは。さすが魔王の城。化け物にはプンプンするぜ。化け物の匂いとは。カードショップに入れる カードショップに化け物がいるというが、その時に使おうかな、俺も。あ、来てくれた、後ろに。なんかすごいミストみたいなのが流れてくる。夏に出てくる、あの霧みたいなやつ。よく見たらドクロだ、霧が。すげえ凝ってる。待って、イッチ。まがまがしい。この扉には多分魔王無道が待ち構えてるはずよ。いよいよだな。けど、それにしては静かすぎねえか。確かに。でも、こんなすげえですね。ここまで簡単に入り込めるとは。
ええー、考えてもしょうがない。さっさと乗り込もうぜ、イッチ。20年前、10年以上前だからな、俺やったの。2009年ですよ。確か。え、この部屋は？なんだこれ、これじゃ何も見えねえ。うわ、相手は見えんのか、これ。キャー！お、浮いてる。魔王無道。わははは、この私を倒そうなど、甘く見られたものだな。愚か者め、一緒なり永遠の時を悔やむがよい。いきなり？くる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 って言ってる。え、終わりも。あ、死んだ。バカさんしたけど大丈夫？ 5 つくらい割れてるけど。5つくらい割れてるけど大丈夫それ。うわぁ。大丈夫お兄ちゃん。今、主人公の声か。うわぁって。あ、すごい、動き細かすぎて気持ちちゃったわ。もうお兄ちゃんたらびっくりさせないでよね。いきなりベッドから起こしてんでも頭打たなかった？いいえ。大丈夫かしら？あ、そうだ、さっき村長がお兄さんに会いたがってたよ。寝てるって言ったらまた後で来るって帰ってたけど、行けってこと？おー、革の帽子。イッチは革の帽子を手に入れた。お、ついにコマンド開くようになった。さっきどんな装備してんだろうと思って。めっちゃ連打したけど、装備つけれなかったわ。どうやって装備するんだこれ。まだできないんだろうな、多分、装備は。あ、装備できたわ。なんかちょっと、装備のやり方が、いつもと違うから、ちょっと難しいな。操作感覚。ターニアね。な。うおー、素早さの種、マジか。使おう。種泥棒にならないでくれ、お前は。よし。いいね、ことも、なんか意外に落ちてるな。タルとか壺の中。人んちと自分ちとかまでいける。わー、すごい、日差しの感じいいね。え、高台、すごいな。荒野じゃん。高山病なりそう。酸素やばそうだぞ。結構落ちてんね。人のもんだけど、これ。無道とかいう魔王が世界を征服しようとしてる噂があるからね。何そんな心配はね、この村には山の精霊様ついてるからな。一応、お前も山の精霊様に感謝だけは忘れちゃいけねえ。へぇ、どんなんやんだろう。おや、一応おはよう。村長があんたのこと探していたよ。え、村長さんのね、嫌だねっち。まだ寝ぼけてるのね。村長さんなら教会の裏の崖を登ったところ。なるほどね。一の妹、タニアちゃんもずいぶん大きくなったね。亡くなったお母さんにそっくりのべっぴんさせてさっきは楽しみだよ。死んじゃったんだ、俺。キュルンキュルン、ほっといてよ。私、悪いマリンスライムなの。毎日からに閉じこもり、友達のベホマンとすれ違ってばかり。すれ違ってばかりの私はいつまで経ってもベホマンと会えないの。じゃあ夜はベホマンにいるのかな。マリンスライムね。ふもとの町にはバザーね。レイドック城の王様もある。もう、お前か、もしかして。ベホマンってやつは。どこに落ちてるわけでもなく、落ちてるな。なんか、ちょいちょい落ちてんな。ほらほら、そんな腰すぎて高く売れるようになって、降りやしないよ。スパルタ。ああ、また間違えて私っていつ寝たら一人前になるのかしら。あ、でもそんなになんか、厳しい人じゃないね。ここは山の上の偏僻なものだが、民芸品だけは。へえ。女たちはおるの。本当かしら、木彫りの細工。へえ、意外にでもどっちもなんか、毛先が必要なやつやるんだ。いやいや、手元がよく見えんかい。見えない。歳かの、歳じゃの。ええ、それは歳です。うわあ、なんだお前。え、はあ、つって。いた。はあ、ええ、ここはライフゴッドの村だよ。え、なんかあんの方に。酒場。壁の落書きを見た。ランドのバカ。お、出れるぞ、もう。村長に会いに行けって言われてるのに。出れる、もう。こいつか？ランド、あ、こいつか、ランドが。なるほどね。スライムだからね。
般の姿を想像してしまった。勇者である自分のラーの鏡ってこと、もしかしてあれは毒結晶。さあ、大一来てくれたのか。いや、実は頼みないことがあったな。この民芸品は町で高くて売ることは一も知ってるだろう。そしてまるでそのお金で精霊の冠、へー、今年は一に精霊の冠を買ってくし、パシられていく。この村から麓の町へ降りるの大変だが、一なら大丈夫、任せてくださいよ。売り物は、この木彫り細工と木の織物の準備を言ってくれば嫌です。なんと嫌だというのかね。しかしこれは村の民芸、やばい、やばい、行きますよ。はい。村の民芸品を受け取った。よし、これ持って、売って、高飛びしよう。この村を出て、ま、南の崖を降りれば、マルシェの町や。では頼んだぞ、一。じゃあ、行きますか。